リクエストしました、そしたらばハンガリーの中ではとても有名な曲を、オペラの曲なんですけども、選んでくださいました、片野さんはハンガリー母国でも、オペラの舞台に立っているとてもオペラの好きな方です。それでは片野さんの方から選んでいただいて曲の説明をご説明していただこうと思います。1913年、ハンガリーの国王が留守の間、国王の妻は国内を混乱させ、国民を苦しめていました。オペラのタイトルでもある主役のバンチジも、長い間、ハンガリーを留守にしていましたが、国内に戻ってきたとき、高度混乱を目にすることになりました。シジはまた彼の妻に、関する根も葉もない噂を耳にすることとなりました。彼の妻が国王の妻の兄弟と不倫をしているのというのです。シジはハンガリーを救うため国王の妻と戦う決心をしました。次のアリアのタイトルはふるさとです。このアリアはバンがこうした状況を説明し、ふるさとのため、そして我が名誉のため、戦わなければならず、ふるさとのため、死も意図がないと歌っているものです。